リビア航空機撃墜事件とは、1973年2月21日に、イスラエル占領下の市内半島上空で、航路を逸脱して飛行していたリビア航空のボーイング727が、イスラエル空軍機によって撃墜された事件である。事故機の護衛だ1973年2月21日、ベンガジに寄港していた、リビアのトリポリ発ベンガジ経由エジプト回路行きの、 リビアアラブ航空114便はカイロに向けて離陸した。114便はシリバラニを経てアレクサンドリアのカルムを通過する予定であったが、シリバラニを通過したあたりから114便の航路は次第に計画ルートからずれ始めた。当日の114便は全工程にわたって厚い雲の上空を飛行しており、時期の位置を目視で確認することができなかった。 複操重視がカリムを通過したと管制官に報告した時には、114便はすでに回路を通り過ぎ、カリムの東南東約100マイルの位置を飛行していた。さらに、回路アプローチ管制のレーダーが故障していたため、管制官も114便の位置を確認できず、114便からの無線標識信号が受信できないとの通知を管制官が受けていた頃、 114便はすでにスエズ湾に近づきつつあった。後に国際民間航空機関が調査したところによれば、回路の無指向性無線標識が正常に動作していなかった可能性もあったという。スエズ湾に近づく114便をレーダーで捕捉したイスラエル空軍は2機の回マイナス4ファントム2戦闘機を緊急発進させた。イスラエル空軍のパイロットは、 侵入機の114便を強制着陸させるべく国際的監修で合図を送り、これに反応を示さない114便の機種前方に機重を撃ったが強制着陸の意図は最後まで伝わらなかった。その頃、厚い雲が一瞬だけ晴れ、114便のパイロットはようやく時期が第三次中東戦争でイスラエルが占領していた市内半島上空を飛行しており、 両空侵犯していることに気づいた。114便のパイロットはパニックを起こし、回路へ向かうべく、方向転換を図って、ランディングディアを引き上げた。これを指認した戦闘機のパイロットは、114便が逃亡しようと、していると判断し、先行弾を発射した後、M61 バルカンで銃撃を加えた。損傷を受け砂漠へ緊急着陸しようとした114便は、 着陸前に右、ランディングギア付近が爆発し、現地時間の午後2時10分に、スイズ湾の東約10マイルの付近に墜落した。この墜落により、乗員8名、乗客105名のうち副操縦士と乗客4名を、除く108名が死亡した。生き残った副パイロットによると、航空機の搭乗員は、イスラエルの戦闘機が着陸を望んでいたのは、知っていたが、 イスラエルとリビアの関係によって指示に従わないことを決定したと述べている。イスラエルの国防省はパイロットが民間人が多数登場していた民間機を撃墜した過ちを認め、犠牲者の家族に賠償金支払いを約束した。だが、この事故の半年後に第四次中東戦争が勃発し、この地域は戦火に見舞われることになる。ありがとうございます。